はい、こんにちは。今日はウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。ロシアプーチン政権による大義も正義もないウクライナ侵略は、ウクライナ軍の反撃によりまして、ウクライナとロシアの総力戦という様相になっております。このウクライナ侵略が始まった時にはですね、ロシアプーチン政権、ロシア軍が一方的に勝つというふうに思われておりました。しかし現状、ロシア軍のソ連時代の膨大な兵器の備蓄が底をつきつつあり、ロシアはウクライナでの攻勢を縮小せざるを得なくなるかもしれないと指摘されております。ロシアは GDP の約 8% を軍事費に充てており、戦時経済になったとよく言われているが、戦車、装甲歩兵車両、大砲の膨大な損失を補うには、ソ連時代に蓄積された備蓄を取り出して回収するしかない。これらの備蓄は膨大だが無限ではないと指摘されておりました。そして次のような報道がされております。失った戦車は3000台超。ロシアの戦車枯渇、旧ソ連時代の装備にも限界が近づく。局面の変化、ウクライナ侵攻の初期段階でロシアは新型戦車を含む高度な装備を大量に喪失。現在ロシアは倉庫に眠る旧ソ連時代の戦車や装甲車に頼る状況で、その在庫も減少、戦闘能力に影響を与える。ウクライナ侵攻の初期段階で新型の戦車を含む高度な装備を大量に喪失したロシアにとって、倉庫に眠るソ連時代の戦車や装甲車、武器はまさに頼みの綱だが、その在庫も減少の一途をたどり、ウクライナでのロシアの戦闘能力に打撃を与える可能性がある。イギリスエコノミスト紙は7月16日付の記事で、多くの旧式戦車が長年風雨にさらされ劣化していると指摘。それらの活用能力は2025年半ばから後半にかけて枯渇の臨界点に達するだろうと予測した。イギリス国際戦略研究所 IISS のアナリストミケル・ヤルスタ氏は、ロシア軍が年末までに防衛的な戦いを強いられる可能性があると語っている。 IISS のバスティアン・ギーゲリッヒ所長は、今年2月時点でロシアが失った戦車は少なくとも推定3000台に達するとメディアに語っていた。わかりやすく言えば、ロシアが戦場で失った戦車は2022年の攻撃開始時点で保有していた戦車の数を上回る。このように報道されております。そしてこうした指摘を受ける中ですね、エコノミストは、今問題となっているのはウクライナが戦いにとどまることができるかどうかではなく、ロシア軍が現在の作戦ペースをどれだけ長く維持できるかということであると、エコノミストは指摘しております。そして重要な問題は人員ではない。ロシアは前線に約47万人の兵士を維持するために、毎月さらに約2万5000人ほどの兵士を確保し続けることができるようだが、彼らに支払う金額は増えていると指摘されております。そしてこのロシアがですね、兵士を募集する際に支払う、つまりは契約するときに支払う契約金ですね、これが非常に膨大な金額になっていると見られまして、ロシアの財政に重荷になり始めていると見られます。これはとても重要な点です。と言いますのは、ロシア軍は戦車などが不足しても、歩兵を中心とした突撃作戦による人海戦術により前線で攻勢圧力を維持する作戦を取ってきました。しかしその作戦にも限界が来る可能性があります。 ISW は次のように報告しております。ロシアはロシア軍との契約勤務に対する非標準的な金銭的報酬を強化している。ヤロスラブリ州知事のミハイル・エブライフ氏は7月16日、軍の登録募集センターに友人を連れてきて、その友人がロシア国防省と兵役契約を結んだ場合、10万ルーブル約1150ドルを支給する新たな取り組みを発表した。タタールスタン共和国も7月11日から同様の取り組みを開始した。ロシア下院国家建設立法委員会のユーリ・シネルシコフ副委員長は、この新たな採用メカニズムは危険であり、特に他のロシア連邦構成主体が同様のメカニズムを採用した場合、ロシア国民はこのシステムを悪用できる可能性があると述べた。シネルシコフ副委員長は、この仕組みをロシアの法的規制に成文化するよう求め、ロシアがこのような取り組みのための資金を維持できるかどうかについて懸念を表明した。ロシアの反体制情報源チェルタは、複数のギャンブラーとその家族にインタビューした後、一部のロシア国民がギャンブルの借金を返済するお金を稼ぐために契約に署名していると報じた。このように報告されております。結論を申し上げますと、月約2万5000人から3万人とも言われる新たな兵力を集める際に支払う契約金の募集コストが急速に跳ね上がっていると見られまして、その金額を支払うための
資金不足によってロシア軍が前線で人海戦術を行うだけの新たな兵士を集められなくなる可能性が考えられます。つまりですね、ロシアはウクライナ侵略を継続するために必要な人的資源をロシア軍の登録募集センターでの兵士の採用を通じて行っていると見られますが、当初の兵役契約の際に支給する金額では契約に応じるロシア国民が少なくなってですね、契約軍人の募集にかかるコストが大幅に上昇していると見られます。ウクライナ侵略への参加を前提にした契約軍人の募集には契約締結ボーナスが設定され、2023年8月時点の地域ボーナス額は最高10万ルーブルだったが、人々をウクライナ侵略に動員するためにボーナス額はどんどん増加され、タタルスタン共和国では5月末共和国独自のボーナスを 50.5 万ルーブルまで引き上げる。都市地方自治体企業からの支援金を加えるとボーナス額は70万ルーブルに達する。これはロシア国防省が支給する一域に加算されると発表。ロシアサマラ州も6月21日州独自のボーナスを15万ルーブルから100万ルーブルに増額すると発表しました。これらの背景にはロシア国民がウクライナ侵略に行きたがらず、各地方の市長らは割り当てられた兵力の供給数を達成するため競うようにボーナスを増額している、そうでなければ市長らは深刻な問題に直面するからだと指摘されております。ロシア南部クラスノダル地方のボーナス額は 164.5 万ルーブル、約300万円。少なくともロシアの13の地域や州でボーナス額が100万ルーブル、約187万円を超えた。一部地域ではボーナス額が10倍になった。これらの数字はロシア軍の損失が安定したものであると示唆し、従来のアプローチで損失をカバーする契約軍人の供給が難しいこと、供給量を確保するのにボーナスを大幅に増やさなければならないことを物語っていると報告されております。ロシアのメドベージェフ元大統領も昨年10月1月1日から10月25日までに約 38.5 万人契約軍人 30.5 万人プラスストーム Z のような志願兵8万人が軍に入隊した、毎日1600人以上が軍との契約に証明していると明かしたことがあると報道されております。このメドベージェフ元大統領の言及した数字が事実であるとしますと、月3万人ほど新兵を採用しているということになります。ウクライナ国防省情報総局のバディム・スキビスキー副局長によりますと、ロシアは毎月約3万人の新兵を採用している。この人数は1日あたりに換算すると約1000人から約1100人になるというと報告しております。アメリカ当局者もロシアは月約2万5000人から約3万人の兵士を採用していると言及しております。つまりロシアのメドベージェフ元大統領が言及した数字と、ウクライナ国防省情報総局のスキビスキー副局長が言及した数字、アメリカ当局者の言及した数字が一致していることから、ロシアは毎月約3万人の兵士を採用することをノルマとしている可能性があります。このノルマを達成するためにロシア各州の州知事がノルマ達成のために躍起になっているとみられ、そのことで兵士を集めるための募集コストが急速に跳ね上がっているとみられます。そして今回ロシア下院国家建設立法委員会のユーリ・シネルシコフ副委員長は、ロシアがこのような取り組みのための資金を維持できるかどうかについて懸念を表明したとみられます。これらお金はロシア国防省と兵役契約を結んだ場合に支給する取り組みと報告されていることから、契約時に支払われているとみられます。だからこそですね、一部のロシア国民がこの制度を悪用し、そのお金をギャンブルの返済に使用するということができていると考えられます。ここから見えてくることは、ロシアはロシア軍が歩兵を中心とした突撃作戦による人海戦術を行うために必要な人員を維持するための兵士を募集するときに、契約時に支払う契約金の資金不足に直面する可能性があるということであります。もしそうした契約金を支払うための資金不足ということに直面しますと、ロシア軍は歩兵を中心とした突撃作戦による人海戦術を維持するための兵力を確保することができなくなり、人海戦術を行うことが困難になる可能性があります。つまりロシア軍は1点目戦車不足、2点目前線に約47万人の兵士を維持するために毎月約2万5000人から3万人ほどの
兵士を確保し続けるための資金不足。3点目、7月19日の動画で詳しくご説明しましたが、深刻な方針不足。これらの情勢に直面している可能性があります。であるならばですね、イギリス国際戦略研究所のアナリスト、ミケル・ヤルスタ氏は、ロシア軍が年末までに防衛的な戦いを強いられる可能性があると語っているというのも、信憑性が出てくると考えられます。ロシア・プーチン政権は、こうした深刻な新たな兵力の募集コストの急速な跳ね上がりということに直面していると見られます。もしこの作戦ペースをプーチン政権が維持するということでありますと、大規模な部分動員をもう一度行うか、さらなる増税を行うか、そのようにしてですね、兵力や資金を確保する必要がありまして、そのいずれもロシア国民からの反発を招く可能性があり、プーチン政権は難しい舵取りを迫られているように見えます。こうした中、ウクライナ軍はロシアの国家財政にとって重要な石油施設などへのドローン攻勢を強めています。日本時間7月22日、午後3時の報告、約75機のドローンが一晩でロシアを攻撃し、トゥアプセの石油精製所で火災が発生した。ロシアの情報筋は、75機のうち47機を防空軍が撃墜したと主張している。ロシア国防省は、ロストフ、ベルゴロド、ボロネジ、スモレンスクの各地域でドローンを迎撃したと報告した。さらに、クラスノダール地方で8機、黒海で17機を撃墜したとされている。このように報告されております。そして、このトゥアプセ石油精製所は、ロシアの黒海最大の石油精製所と指摘されておりまして、今回のウクライナ側のドローン攻撃は、ロシアにとって打撃になった可能性があります。ロシア当局、ウクライナのドローン攻撃でロシアのトゥアプセ石油精製所が被害。ロシア当局は月曜日、黒海最大のロシアのトゥアプセ石油精製所がウクライナのドローンによる夜間の大規模攻撃で被害を受け、火災が発生したと発表したが、被害の程度はすぐには明らかにならなかった。当局によると、撃墜されたドローンの残骸が石油大手ロスネフチ所有の精製所で火災を引き起こした。火災はその後鎮火したと地域当局はテレグラムで述べた。ロシアのショットとマシュテレグラムニュースチャンネルは、月曜日早朝、精製所の近くで一連の爆発音が聞こえたと報じた。ロイターは精製所が稼働していたかどうか、また、同精製所が受けた被害の程度をすぐには確認できなかった。ウクライナはロシアのエネルギーインフラを組織的に標的にし、ロシア経済を混乱させ、クレムリンがウクライナでの特別軍事作戦と呼ぶものに資金を供給する能力を混乱させようとしている。ウクライナ当局は、攻撃はロシアによるウクライナのエネルギーシステムへの攻撃への報復として行われたと述べている。全体として、ロシア国防省は、ロシアの防空システムが、ウクライナが一晩で発射したドローン計75機を破壊したと述べ、そのうち8機はトゥアプセ近郊に飛来したドローンだった。1日あたり24万バレルの石油処理能力を持つトゥアプセ工場は、2022年にロシアがウクライナに対して開始した戦争の開始以来、5月17日を含め、ウクライナの空襲の標的となっている。トゥアプセ製油所はナフサ、燃料油、減圧軽油、工業ディーゼルを生産し、主にトルコ、中国、マレーシア、シンガポールに燃料を供給している。2023年、同工場は932万2000トンの原油を処理し、330万6000トンの軽油と312万3000トンの燃料油を生産した。ロシア国務省によると、一晩で発射された75機のドローンのうち、47機はロシア南西部のロストフ地方上空で、17機は黒海とアゾフ海上空で、8機はトゥアプセがあるクラスノダール地方上空で、ベルゴロド、ボロネジ、スモレンスク地方上空で各1機ずつ撃墜された。ロシア当局は、ウクライナの攻撃による被害の全容を滅多に明らかにしない。このように報告されております。ロシア・プーチン政権によります、大義も正義もないウクライナ侵略は、ロシア軍が現在の作戦ペースを維持できない可能性に直面しているとみられます。そうした中で、こうしたロシアの国家財政にとって重要な石油施設などへのウクライナ側のドローン攻勢は、ロシア軍の継戦能力をさらに削っていく可能性が考えられます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける。このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして、1分1秒でも早く、ウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。
ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき、誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。